さあさあさあ、早速続いてのコーナー行きましょうかね、はい、これは皆さんに、告知していた企画ですね、うん、さあ続いての企画はこれです。アンク様にお許しを。こちらのコーナーはですね、はい、視聴者の方から集めた懺悔の投稿についてアンク様の、ね、はい、アンク様の意見を伺っていこうというコーナーなんですが、はい、アンク様いかがですか。うるせえ。ちょっと迷いアンクだね。これさ、マジでやるの、うん、これ。そう、そういうことだよ、うん、今はもうダメだよ、もうリョン君ここからアンクにならないとダメだからね。ここはね、懺悔を視聴者の方が投稿してくれてるから、それをアンク様に叱ってもらおうっていうコーナーなんだね。ほうほう。いいかな、じゃあ早速ちょっと紹介してみても。じゃあ行きます。もう入ってるからね、リョン君ね。アメーバネーム、アメーバネームって言うんだね。そうそうね、アメーバネーム、チータンさんからの投稿です。アンク様、アンク様が好きすぎて息子が冷蔵庫から勝手にアイスを3本持ってきて食べてしまうのですが、可愛くて怒れません。髪型も横は刈り上がっています、うん、まだ5歳ですが、将来はアンク様のようにならないかと本気で思っています。こんなダメ母にカツをお願いします。アンクになって何が悪いんだよ。素晴らしい。まあそういうことだね、そういうことだね。息子も別にアンクに憧れたっていいじゃないかと。いいだろうそれは。ねえ、アイス3本食べてもいいですね、うん、じゃちょっと一緒にリョン君に戻ってもらっていいですか。はい、どうですか、かわいいね、なんかね。いや、かわいいね。アイス3本もさ、買ってくれるって、買うっていうかさ、一気に食べるとかさ、うん、やっぱり明らかにさ、アンクの影響なわけじゃん、うんうん、なんかリョン君も一番最初さ、オーズ始まった時さ、なんかアイスキャラがこう定着してくれて嬉しいってすごい言ってたじゃん。そうでしたっけ。言ってたじゃん。そんなこと言ってたっけ。なんか自分も結構アイス食べるようになったとかって言ったじゃん。あ、それはあるし、ね、だから普段結構ああいうさ、うん、アンクみたいな、ね、うん、キャラクターだから、うん、なんていうの、それ可愛らしいじゃん、アイスとか食べてると、うん、そうだね。ちょっと親しみやすくなったなっていう意味で、うんうん、まあ、アイスキャラになって嬉しいなって。そうだね、まあ、チータンさんはこれはあれなのかな、将来アンクみたいになってほしくないのかな、それとも欲しいのかな、どっちなんだろうね。どっちなんだろう ね本気にならないか、まあちょっと中学校とかになったらそろそろやめてほしいのかな、うん、子供の話は聞いてほしいよね。いい子にはしてほしいけどね、うん、たまにはちょっと悪いところがあってもいいんじゃないかとね。そうだね。なるほどね。じゃあ次の投稿いきますか。はい、じゃあこれでいこうかな。うん、アメーバネーム、チャイハネさんからの投稿です。私、声帯がそもそも変なのか、不思議な時にあとかオーバーリアクションで話すと声がアンク様ボイスになってしまうんです。いや、普段からアイメイクもアンク様よりアイラインがいかついとか金髪だわで、うん、ヤンキー上がりに勘違いされてしまいますが、うん、最近はニューハーフ疑惑が浮上して、うん、悪ノリで実は元はとか接客業なのでアンク様ボイスをネタに笑い取ってごめんなさいという。まあ、これは何を嘆いているのかそもそもあれなんですけど、まあ要はその声帯がね、ちょっといかついというか、アンク様ボイスになってしまうというふうに言ってるんですけども、どうぞ。知るか。もう個人だからね、もうまあもう個人の話だよね、ここまで来ちゃうとね。ニューハーフ疑惑も出ちゃってるんだって、アンクのせいで。ちょっとどういうこと。なんかちょっとネタに使ってるらしいよ。せっかく接客業らしいからさ、うん、なんかちょっとこう接客してる人でもアンクみたいな感じの人いたら、ちょっとね、そのお店、そうだね、うん、まあ、怖くていけない感じ、ね、ちょっとギリギリなところがあるよね、アンクメイクってさ、うん、確かにちょっと一歩間違えるとさ、うん、もしかしたらちょっとそっちに見られちゃう可能性もあるよね。そうかもね。それをこのチャイハネさんは笑いに使ってるんですって、うんうん、なるほど。だからそれをこうごめんなさいと懺悔してるわけです、うん、いいんじゃないですか、ね、でも、うん、それもさっきの話もそうだけどさ、はい、それぐらい定着してるってことだよね、世の中の皆さんにね。ありがとうございます、ね、リョン君は今日はあんまりアイメイクとかしないの。今日ですか、うん、今日はしてないですね、うん、してないよね、はい、結構ナチュラルなね、ナチュラルな方です ね嫌い。いや全然、俺はむしろそっちのナチュラルなリョン君を求めてた。あ、本当？そう。じゃあ今日は良かった。ね、うん。じゃあちょっと行きますか、次のやつ、はい。アメーバネーム、サミーさんからの投稿です。はい。1歳と5歳の男の子の母親です。私はオーズ後遺症です。毎日オーズのフィギュアを眺め、オーズの歌を聴き、シュウ君のトレカを見てニタニタして家事を
これ何なんて読むの、なんとかにしてちょっとこれ読めない、これなんて読むの、おろそかにしていますおろそかにしています、アンク様私に喝を入れてくださいということで、まあ、あオーズが好きすぎて家事をおろそかにしてる、うんうん、サニーさんからの投稿ですけども、いかがですかアンク様。サニー、お家事はちゃんとやれ、おということでアンクは家事推進派ということで、いやそりゃそうでしょうねえ、だって家事はちゃんとやるよ俺ね、だから仕事忙しくて、うん、あのうちのことができないのが一番のストレスだなるほどね、うん、あ自分でそう、あなるほどね、だ結構嫌なこととかあって、うん、家帰って何で流すって、うん、やっぱりお皿を洗うこととかで、そうだ、あそういう派なんだ、そうそうそう、あ意外とじゃあ苦じゃないんだね、そういう皿洗ったり家事をやるってことはね、うんうん、それを一種のこうストレス発散にしてるんだ、うん、してるし、だからお布団とかこう、うん、ねか何パンタンパンタン、うん、やるんだ、それによってこう洗濯とかもね、そうそう、うん、ストレスをこう解消、まあちょっと仕事と違った部分でね、うん、大事だよね、強くなってそうでしょ、俺もそうだね、俺も基本的に水回りとかやっぱすごい綺麗にしたい人だから、うん、毎回の料理したらあのガスコンロのあの枠外して、うん、オレンジオイルでわーってやって、うん、全部あの汚れ落として、いい匂いです、ね、トイレもまあ2日に1回、3日に1回はあのトイレ拭くあの、うんうんやつね、あるでしょとか、うんうん、あの裏側のやつをさこう、うんうん、パーンってやったりとか、うんうん、となんかこうね、綺麗だもんね、お家ね、そうそうそう、水回りはねすごく散らかってるんだけど、うん、確かにわかるかも、だからその家事をちょっとストレス発散というかね、うん、あの楽しみの一つにするとかもね、そうそうそう、でまあサニーさんは、うん、ちょっとまあオーズが好きすぎるってことは大事なのはさ、それはいいことだけど、ね、いいことだよね、でもなんかほら綺麗なさ部屋で見た方がより、うん、そうだね、楽しめる、いいこと言うね、うん、部屋を綺麗にしたりね、そうそう、家事をしっかりやって、うん、趣味は趣味でね、そう、子供の面倒を見て、うん、ご褒美としてね、そう自分のね、渡辺周のトレカを見てニタニタしてほしいなっていう感じですね、うん、まあたまに俺のやつも入れてもそうだね、ジョン君の写真集とかね、うん、いろいろあるからね、なるほどね、じゃあ次の行きますか、アンナさんからの投稿です、アンナさん、アンク様、私は三浦亮介さんという俳優さんの大ファンなのですが、ここ別で分けてるんだね、うん、もちろんはかっこかっこもちろん渡辺修君も大好きですよ、ここ重要、うん、うるさいわ先日彼のサマーライブがありまして、彼のサマーライブ、まあリョン君のことだね、まあ、三浦亮介っていう方のサマーライブがありまして、仕事の休みをもぎ取り土曜日の大阪公演に参加した後、夜行バスで移動して、うん、日曜日の福岡公演にも参加してきました。こういうのはリョン君のライブはどちらも最高で、テンションが上がってしまい、福岡から帰る新幹線の中では一睡もせず、その夜も興奮してなかなか寝つけずにいたら、なんと翌日月曜日ですね、はい、寝坊して会社に遅刻してしまいました。アンク様、こんな私はお許ししていただけるでしょうか、ということで、何さんだアンナさん、アンナお疲れ様優しいよ珍しいよ、まあお疲れ様だよ本当に、まあね、あのね、うん、先月はね、うん、まあライブもあったりとか、うん、あとはイベントとかも僕やらせていただいて、うんうん、みんなさ、うん、たくさんこう地方も来てくれたりさ、本当にねもう最後、うん、疲れたんじゃないかなって心配になるぐらいね、うん、みんな一緒にこう回ってくれたじゃない、うん、くれたんですよ、うん、なので本当にお疲れ様って、なんかね俺もだからそのライブ行ったじゃん、うん、ライブ行って上から見てたけどさ、やっぱ前のそのお客さんとかさ、リョン君の歌に合わせてこうやってもうすっごい飛び跳ねたりさ、一緒にこう振り付けとかさやったりさ、うんうん、もう歌ってる人もいたりさ、うん、ああいうの見るとやっぱすごいよね、ファンの方ってさ嬉しいよ ね、 ああやってさいろんな、ね、遠いところまで来てくれたりさ、うん、この人なんかもう夜行バスで移動してさ寝ずに一睡もせずに、うん、まあ、会社には遅刻しちゃったみたいだけども、うん、やっぱそれぐらいね三浦亮介っていう男がね魅力的だってことだよね、ありがとうございます、どうなのアンクから見たら三浦亮介は、いやすてき、いやいいと思うよおいい感じ、やっぱ三浦亮介、うん、あって俺があるようなもんだからね、ああなるほどね、うん、三浦亮介あってのアンク、うん、アンクあっての三浦亮介と、うん、なるほどね、そうだろう、うん、同一人物はないんですか、ちなみに何ですか同一人物ではないんですか、同一人物じゃねえまた別のものなのね、素晴らしいね、うん、ていうかどうでもいいけどさ、シュークあれ、
CD 買った？ああ言われた。これね、実はね、実はね、ちょっと待って、あのね、実はね、僕からもね、一個残念がありまして、うん、その件なんですけど、何ですか？アメーバネーム渡辺修さんからの投稿です。三浦亮介様、三浦亮介様、私は三浦亮介にあんなにも CD を買ってくれ、僕は買うよと、渡辺氏は買う買うと言っていたのに、いまだに三浦亮介のデビューシングル夏だよハニーを買っていません。こんな私にカツを入れてください。もう嫌い。わあ、それアンクじゃなくてリョン君でしょ。もう嫌いだよ。なんでよ。いや違うのよ。どうしたんだよ。ちょっとどうしたんだよ。違うのよ、あのね、だからまず一つ目の失敗を聞いてくださいよ、うん、私はね、そもそも買おうと思っていたタイミングがありまして、それはリョン君にも言ったけど、あのライブに行った日、うん、あの日ね、売店というかほら売ってるでしょ CD、うん、あそこで俺は買おうと思ってたわけ、うん、そしたら東京ダイバーシティってところでやってたでしょ、うん、ダイバーシティ東京っていう場所、はい、俺ね間違えてゼップ東京の方行っちゃったの最初ね。そう、はい、最初ゼップ東京の方に行っちゃって、はい、なんか三浦亮介のファンっていうか、あのライブ見に来ましたみたいな感じで、受付のファンではない、まあ、受付の人に言ったらえっみたいな顔されて、うん、なんか周りのちょっとファンもさ、ちょっとなんかすごいパンチの効いたっていうか、うん、すごい格好のファンばっかり、あれリョン君のファンってこういう感じなのかなと思ったら全然違う人のライブでやべえと思って、うん、もう開演ギリギリに間に合って買えなかったわけですよ、うん、CD をね、 CD を、うん、でもその後にも散々俺言ったら、だから俺リョン君から生でね、そのサインをもらおうっていろいろ考えてたから、うん、それがねできるタイミングがなかなかなかったわけですよ。言い訳じゃないですか。ごめんなさい、買うよ、買う、ちゃんと買う、今日帰りで買うよ、今日帰りちゃんと買うよ。じゃあこの前もそういうこと言ってたよね。じゃあ忙しいフェイスの時も舞台挨拶以上、アンク様にお許しのコーナーでした。